内定チャンネルでは動画100本の配信を記念いたしまして、なんと初の豪華プレゼント企画を実施いたします。総額は100万円です。なんと Amazon ギフト券1万円分を100名様分に贈呈しちゃいます。応募方法はミーツカンパニー公式ツイッターよりご確認ください。引き続き内定チャンネルでは就活生の皆様の役に立てるような内定の秘訣、就活のノウハウといったものをまとめた動画を配信していきます。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。備考欄に公式ツイッターも掲載しておりますので、ぜひご応募ください。お待ちしてます。お待ちしてます。生活あるある、イエーイ。はい、DM 人事部熊谷です。原田さゆりです。川本です。はい、そして本日のゲストは田口さんです。田口です、よろしくお願いします。簡単に自己紹介だけお願いしてもいいですか？人事のプロフェッショナルでやってます、田口です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますなんか前回よりなんか盛り上がってね、なんか豪華になりましたねはい、一人でも多く出した方が再生数伸びるんじゃないかなるほど以前動画に出ていただいて、はい、田口さん回、はい、大変好評だったので、まだまだ質問がたくさんコメント欄とかにも来てたので、はい、そういうのも含めて今回聞いていきたいんですけども、はい、企業の面接官も選考を通じてなんか悩むことだったりとかって、うん、ある人はあると思うんですよ、うん、そういう時の企業の面接官あるあるみたいな感じで聞いていきたいと思うんですけど、まず一般的に企業の面接官が悩むポイントってどういうところがあるんですか、選考の上で。まあ、多分一番難しいのは、あ、この人さん実力的にも取れるなと、いや取りたいなっていうふうに思ってるんだけど取れないケースじゃないですかね、うん、取れないケース、はいはい、まあ、面接して能力とか実力とか、あ、キャラクターも問題ないと、うちの会社入ってほしいなと思って、うん、まあ、本当にこの人うちに入りたいのかなって質問したら、なんかうちの会社じゃなくてもいいかもしれないなとか、本当に入りたいのかなって迷い始めた時が多分一番多いんじゃないかなって思いますけどね。面接官もそれで迷っちゃうんですね。そういう学生ってなんかどうしてそう思うんですか？一般的にはもう多分問題なくて普通にしてるんですけど、最後結局自分の中でどういう会社で本当に働くかってことを自分の中でまだイメージできてなかったりとか、あ、働くんだみたいな覚悟みたいなものがまだまあふわふわふわってしてると、そのふわふわしてる感じがこっちから見ると、まあ、いろんな不安に駆られたりとか、うん、ここで決断していいのかとか、うん、内定って言おうと思ったのになんかちょっと待ってみようかなみたいな、うんうんうん、多分感じみたいなところがあるんじゃないかなと思いますけどね、うん、企業側からしても内定を出した後辞退されると結構損害がでかいからですか？まあ、辞退自体は多少の想定とか、まあ、その可能性はあるなっていうふうには分かってはいるんですけども、うん、それ以上にここで内定を出してしまうと、まあ、本人にとってもなんかこう中途半端な形で結果だけ出て、これから決めます考えますだと、まあ、無駄な迷いをしてしまう可能性があるから、まあ、もう一回考えてもらった方がいいかなとか、まあ、ちょっとなんかいい質問とかいい問いを出して、そこをこうちゃんと自分の中でバランスを取って整理してあげる、多分時間をもっと設けた方がいいかもなとか、もしかしたらこの人他の方がいいかもしれないから、そっち側にこう例えば一回促してみてあげた方が結果的に自分によりいい方を探せるんじゃないかなとかって思ったりする感じですかね。まあ、学生側目線で言うと気をつけなきゃいけないのって、結局選考進んでても最後ふわふわしてる状態だとそれを理由に落ちちゃう可能性があるってことですね。かなりあると思いますね、うん、はい、ということはふわふわしないためにはどうすればいいんですかね。そうですよね、はい、どんな学生がいいですかそうですね、急に飛んできましたけど田口さんおっしゃる通りで、やっぱりこう何も考えてないんじゃないかレベルまではいかないんですけど、結局のところ仕事をするのってこう、まあ、お金をもらってプロフェッショナルとして働くわけなので、まあ、それ相応に大変なことが多々あるという中で、腹くくれてない人は確かにきついなと思うので、うん、どこで働くにせよ自分はこういう目的があってこういうキャリアを描きたくてここでこう頑張りたいっていうものが本当の意味で本人の腹の底から思えてるなって思えないと、ちょっと通しにくくなっちゃいますね、やっぱり。だからお互いここで一緒にやりましょうっていう感じのなんかこう握手が本当に心からできてる感覚がお互いに感じないと、なんかちょっとまだかもねってお互いまだかもしれませんみたいなことになっちゃう可能性が高いってことだと思いますけどね。なるほどね。僕的に意外だったのは、悩むポイントって僕はなんか能力のところで、こいつはラインを超えてるかな超えてないかなのところで面接官悩むのかなと思ってたんですけど、意外と一番悩むところって
マインドの部分で判定するのが難しいところが一番悩みがちっていうことなんですかね。そうですね、うん、まあ、能力とかスキルはやっぱり面接の中とかプロセスの中でほとんどちゃんと、うん、チェックできると思うんですけど、うん、やっぱり心の中ってこう、ね、時間とかタイミングによってコロコロ変わっていくのが人なので、うん、やっぱりその面接のタイミングでちょうどこれがバシッてこうなんかある程度まとまってないと、うん、なんかいろんなことが不安になってしまう、この先、うん、だからそれによって、まあ、本当は受かってたはずのものがチャンスをやっぱ逃してしまったりとかことが多いのかなっていうのが一番ですね、面接官も同じように迷ってしまうということかなと思います、うん、スペックは可視化できるけど気持ちの部分は可視化しづらいから悩むと、うん、はい、意外と似てますね。急にどうしたんですか。時間来たんで締めていいですか。じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。